ミドル級タイトルマッチ、はい、イスラエル・アデサンヤとペレイラのタイトルマッチですよ。アデサンヤもスーパースターですからね、はい、うん、実は3度目の試合です。え、3回もやってるんですか。キックで2戦してます。あ、キックで2戦。はい、アデサンヤが負けてるんですよね。2回とも負けてる。あ、そうなんや、はい、3回目の試合は UFC ミドル級タイトルマッチで出会うっていう、これすごいな。相当ドラマチックでしょ。こんなことあるのと思うけど俺。両者ともキックボクサー出身の MMA、はい、あのね、やっぱ UFC の選手がね、うん、UFC がとかじゃなくて UFC に出てる選手がスターなのは、はい、2人ともちゃんとしためちゃくちゃ強いキックボクサーやったわけじゃないですか、うん、日本でもよくいるじゃないですか、K-1 から流れてきてる MM ファイターが、はいはい、いるじゃないですか。もう今日そっちのディスリー路線いいからね、はいはい、はい、でもね、 UFC でスーパースターになる人間って、はい、そっからちゃんと MMA ファイトして、うん、MMA ファイターになってすんごいハードな経験を乗り越えて、はい、ちゃんと UFC のチャンピオンになるっていう。そうですね、えぐい、ほんとえぐい。 UFC っていろんなチャンピオンが今まで誕生しましたよね、うん、まあ、ブラジリアン柔術の人が勝つところから始まって、はい、まあ、レスラーが倒してパウンドで削って勝つっていう時代があって、うん、まあ、柔術メーターみたいなスタイルが来たりとか、ロシア系のやつが来たりとか、うん、でもう一個の流れとしては、一番時間はかかったけどキックボクサーが MMA ファイターにこうアジャストして、うん、UFC でタイトルを取るっていう時代が数年前からこれ実は来てますよね、はい、うん、でもその完成形と言ってもいいですよね、アデサンヤは、うん、徹底的にテイクダウンディフェンスをして、はい、からのストライキングで圧倒する。もうポイントアウトでね、全然あのアウトボクシングする時もありますし。そうですね、うん、そうですよね。でついにだからキックボクサー対キックボクサーのタイトルマッチということで、対戦相手のアレックス・ペレイラ、うん、ランキング4位、かなり破壊力のある選手ですね、はい、グローリー、元グローリー2冠王者です。うわ、ライトヘビー級とミドル級でタイトル、えぐ、そうです。だからガチの本物のキックボクサーです。わかりやすく言ったら K-1 の世界チャンピオンがライジン、まあライジンってちょっと参考にならないけど、まあそういう感覚ですよね、はい、要するに、まあ、あんまりこのライジンファンとか最近見てる人は分かんないかもしれないですけど、はい、K-1、旧 K-1 っていうのが消滅して、うん、今新生 K-1 っていうのがありますね、はい、タケル選手とかがいる、はい、あれっていうのは軽量級なんですよ、うんうんうん、要するにもともとの K-1 がやってたヘビー級とかの受け皿っていうのは、はい、グローリーが引き継いでるんで。あー、なるほど。そう、世界最大のキックボクシング団体ですから、グローリーが。そこの2階級制覇チャンピオン、はい、やば。そうです。だからで UFC でもチャンピオン目指してるわけですよね、うん、日本人に分かりやすく言うとミルコクロコップみたいな状態ですね。あー、なるほど、分かりやすい。そう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 、それ。まあでもミルコでも総合ではチャンピオンになってないですもんね、はい、うん、それを達成するのかどうか、はい、3回目っすよ。アデサンヤどういう気持ちなんだろう。ムカついてると思うよ。そうですね。で、キック時代のことで言うと1回目が疑惑の判定なんですよ。あー、そうなんですね、うん、で、リベンジマッチで完全に倒されてるんですよ。 KO されたんですね、はい、やばいっすよ、うん、そうですよ。最近結構アデサンヤ負ける姿想像つかなかったじゃないですか。想像つかない、はあ、だからこそこの相手最高っすね、うん、どうなるんすか、このキックボクシングになるんすか。いや、これもしかしたらアデサンヤがテイクするかもしれないです。テイクダウンするかもしれないですね、うん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 、5ラウンドもあるしね。そうっすよね、うん、どっかそのラウンドを作るかもしれないですね。でもね、総合的に戦う MMA をするっていうことです。でもジェイさんが一番嫌いな壁際ごちゃごちゃなると思うんですよ。綺麗に手はテイクダウンならないと思う、うん、壁際ごちゃごちゃ、はい、脇の攻防する、ね、そうなんか肘は狙ってんなみたいな、はいはいはい、ダーティーファイトみたいな、うん、あの、そうか、組んでもいいから準キックボクシングみたいにレフリーが割って入ったりすることもないから、はい、だからもう言ったらあの首相撲のキックボクシングになりますよ。クリンチワークの戦いみたいな、はい、うん、それは絶対あるっす。だって相手のペレイラの方がパンチ力あるわけやから、はい、そらそのパンチは絶対振らしたくないわけなんで、うん、だからといってずっと外すわけにもいかないし、どっかで詰めないとダメなんで、絶対クリンチワークっていうのはアデサンヤは使ってくるわと思うんですよ、はい、クリンチワークを使いながらいければテイクダウン、そうですね、うん、そしてまあローとか混ぜながら、うんうん、で荒くなったところをカウンターで仕留める、はい、とかって思ってると思うんで、まあ、ペレイラがどんだけ思いっきり前に出てくるかが
ちょっと展開の鍵というか、どうなります、防衛できますかね、アデサンヤ。これ僕勝敗予想したら判定勝ちで、はい、アデサンヤ。アデサンヤのいいところってやっぱりクレバ、5分5ラウンドちゃんと勝ち切るじゃないですか。そういうやつがチャンピオンになったらマジでややこしいです。ちゃんと勝ち切るから、ブーイングとかどうでもいいと思ってるじゃないですか、はい、でまあいい意味でブラジル人の、ブラジル人ですよね、フェレイラ多分。フェレイラブラジル人ですね、はい、多分5ラウンドやりきる集中力なさそうじゃないですか。もう殺人鬼の顔してるじゃないですか、ちょっとめちゃくちゃ言いますね、本当集中力がなさそうな人が。基本的にね、ポルトガル人、あのブラジル人って集中力そんななくないですから、はい、うん、その代わり短期集中の破壊力とんでもないですけど、基本的にあんまり高い集中力が続くとは思わない、まあ、特に組技の人は割と強いかなと思ってるんですけどね。うん、でも柔術家みたいな、そうそうです、柔術家ならまあ実なんですけど、はい、柔術家はそうじわじわいくのがスタイルなんですけど、はい、ペレラみたいなもう MMA で殴ってなんぼの人が集中力が5分ぐらい続くのは想像つかないんで、うん、そうですね、だからまあ相性的にもうパッと相性の話ですけどね、これはアデサンヤかなと思います、うん、いやこのシティキックボクシングっていうニュージーランドのジムすごいっすよね。だいぶ盛り上がってますよね。盛り上がってますね。キックボクサーを MMA ファイターにする再生工場みたいな。ね。だからやっぱフィジカルを鍛えて、だからトレーニングをよくやってるじゃないですか。はい、やっぱキックボクサーがフィジカルをしっかりと鍛えて、テイクダウンディフェンスを徹底しきるっていう。うん、まあベーシックっちゃベーシックですけど、それをやりきってますよね。うん、本当に倒されんすもんね。うん、憎たらしいぐらい倒されんすもんね。うんうん、で今までは割とそういうギミックで図式でこう見れたじゃないですか、はい、アデサンヤはテイクダウンされるのかされないのかみたいな、うん、キックボクサーですもんね今回普通に。そうアデサンヤはするのかしないのかやってきますからね、うん、そういう展開も面白いですね。いや戦略も含めてね、この なんていうんですか、もう正直今までアデサンヤ そのタイトルマッチってどうせ勝つんでしょうかあったじゃないですか、うん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 、ぶっちゃけ、はい、うん、ちょっと今回その毛色が違うというか今まで の、はい、確かにあの対戦相手とそういう見方で見てもらえたら楽しめると思いますよ僕は。そうですよね、うん、はい、ということで大地さんの勝敗予想は、はい、アデサンヤ逃げ切り判定勝ちと、はい、そうです。アウトボクシングをペチペチやる感じなの、テイク混ぜながら。そうっすね、うんうん、打ち合いはないと思いますよ、うん、一番、まあ、カウンターを狙うと思いますけど、うん、ペレイラが一番嫌がることをちょっと考えるみたいな。そうです、うん、はい、うん、ペレイラがフル気になったら組む、うんうん、っていう感じです。わかりました、UFC シリーズ人気なので、はい、あの僕たちちょっと今あれなんですよね、興行に追いかけられてて、はい、動画制作がちょっと渋滞してるんで、はい、今回ちょっとごめんなさい、コンパクトに2試合だけで、ね、はい、やらせてもらって、この大会はだからエドガーとか、はい、ダンフッカー、そうですね、まあ、スーパースターが他にも出るんでね、出るんで、まあ、皆さんもね、はい、いろいろ楽しみにしてください。なんかあの UFC ナンバーシリーズっていうのは特に月に1回あるんですけど、はい、特別なんで、はい、そうですそうですそうです、ナンバーシリーズは追いかけるようにしましょう、はい、282知ってます、何が起きるか。何ですか、我らがライジンライトヘビー級チャンピオンイリープロハスカーの防衛戦ですよ。おほほ、終わりませんよ UFC は。そうっすね、そうっす、メインイベントですよ。あ、マジっすか、ライトヘビー級タイトルマッチ、防衛戦は、防衛戦、ぜひこれももう一回やりたいと思います。そうっすね、はい、そんなところで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。